皆さん、プレイヤーこんにちは、ナイストです。元気ですか？皆さん、今は私は若松、会津若松にいます。そう、仙台からバスで会津若松に来ました。で、会津若松のね、歴史も深くて、見るところ多くて、そう、いろいろ回りたいと思います。あとね、ラーメンもね、有名んですね。でもとりあえず、史跡とかね、見に行きたいんですね。で、一番最初に、まあ、日本でね、有名である、あの白虎隊の主演の地に行きたいと思います。で、今はね、会津若松駅から歩いて行ってるんですけど、なんかね、皆さん風が強くて、大丈夫かな、私聞こえるのかな。で、雨はね、たまに降ったりしますね。台風が来ています。そう、まあでもね、台風でも何でも私は行きたいところに行く。はい、で、今は白虎隊 の主演の地にもう近づいています。あとちょっと。階段は結構高いんですけど、私はチャレンジします。一応ね、エスカレートもあるんですが、あと面白いのは、エスカレートからアナウンスが出て、登るのは本当に大変でございますよとか言ってて。ただね、私は思ってるのは、階段は体にいいので登っていきます。もう半分登ったかな。そうだね。あとちょっと。今はね、自決の地のところに向かっています。なんかね、ここはすごい雰囲気ですよ。昔はね、完全に森だったんですけど、今はね、道もあって、非常に歩きやすい。前はそうじゃなかったと思いますね。はい、皆様、自決の地にたどり着きました。お城にあるなんですけど、記念碑で、周りはね、なんかお墓なので、まあ周りは取れないんですね。で、白虎隊の少年たちはまあ戦って、で、ここにたどり着いて、飯盛山、ここはですね、で、ここから町を見てたんですね。で、本当にここからね、見えますよ、いろいろ。後ろはどこだろう。後ろはなんか私はあまり見えないんですが、まあでもね、煙見て、で、実は町はね、城下町は燃えてたんですね。で、そのね、煙はお城からの煙だと思って、20人、まあ20人しかいなかったんですが、20人の実決したんですね。ただね、20人の中で1人だけ生き残りましたね。まあ、せめてね、1人だけ生き残ってよかったんですね。皆さん、白虎隊の自決の地の近くに、もう一つのね、面白いところがあって、サザエ堂、なんか名前も面白いんですね、サザエ堂ですね。で、ここにちょうど今たどり着きました。めちゃくちゃ面白い形してます。なんか18世紀に建てられたらしいんですね。あとはこの近くにね、白虎隊19市霊像もあって、あとなんか可愛い神社もありますよ。なんかちっちゃくて可愛くて、神秘的。皆さん、今めちゃくちゃ面白いおみくじの機械を見つけました。初めて見ました、こんな。なんか最初は、まあ、
小さな神社なのかなと思ったんですけど、実はおみくじを引けるやつです。でさらにあの中にね、お姫様かないてマスクつけてますで今はねちょっとサザエドにあの入ってみたいと思います。なんかあのこうやってぐるっとぐるっとぐるっと回って上に行くらしいさん、中はとても面白かったです。なんかね、登るのはねまだいいんですけど、降りるのはめちゃくちゃ大変でした。もう2回くらいも転ぶかなと思ったんですけどね、この階段、まあ階段とねあまり言えないんですね、階段っぽいものね、ちょっと危なくてでも面白かったです。初めてこういうのを見て、で思ったのは夜は結構そこ怖いんじゃないかなと思いましたねでもね、すごく雰囲気はね神秘的でした。うん、なんかいろんな絵も、うわなんかハチハチかな、びっくりしたわ、うん、なんかねいろんな絵もあって、うん、興味深く登っていました、うん、見ながらね。で思ったのは、あの日本でもねちょっと落書きする子どもいますね。なんかこんなにね素敵な場所で歴史のある場所の壁でもね落書きする人いますね。ちょっとすごくね悲しいですね。なんでそういうことやらないといけないんだろうね。ちょっとそれはちょっと悲しいなと思いました。まあロシアでもねそういう子どもいますねそれはねちょっと悲しいんですね、うん。はい、皆さん、ということで、今は、あの、白虎隊の実血の地と、あの、サザエドを見ました。で、これから、あと、いくつかのところを見に行きたいと思います。はい。頑張っております。でもね、この階段は、あの、サザエドの階段と比べると、もう、全然、余裕です。もう、サザエドの階段は、すごかったんですよ。うん、じゃあ、次行きましょう。皆さん、天寧寺に着きました。で、なんでここに来たかというと、ここで近藤勇美のお墓があります。そう、近藤さんのお墓があって、それ見に来ました。うん、あの新選組の局長だったのでね。で、私は新選組に興味あって見に来ましたね。で、あの近藤勇美がね、あの斬首された後、なんか土方歳三は近藤さんの髪の毛を持って、ここであのお墓を作ったらしいんですね、うん、だから見に来ました。皆さん、武家屋敷までたどり着いたんですけど、なんと閉まってますよ。5時までしかやってないです。うん、
なんかね、たまに思うんだけど、なんで博物館はこんなに早く閉まるんだろうな。5時とか、まあ7時までね、だったらいいんだけど、5時、なんで5時なんだろうね。うん、ロシアの博物館も5時までしかやってない。まあ残念ながら、あの今回はね入れなかったんです。悲しい。うん、まあしょうがない。あの実は、あの島原のように自由に入れる、あの武器屋敷の通りがあると思ったんですけど、うん、そうじゃなくてもちゃんとした博物館のように作られてるんですね。まあのようにというか、もう普通に博物館ですね。うん、まあ今度はねまた来るしかないんですね。すごく中は面白そうなんですけどね、行きたかったうん、しょうがない。まあということで、武器屋敷は今日の最後のね目的地だったので、うん、これでね、あの動画は終わりになります。うん、で今から、あのラーメンをね食べに行きたいと思います。会津若松って、あの喜多方ラーメンで有名なので食べてみたいんですね。でもそれは、あのもう次の動画になるので楽しみにしてください。私も楽しみにします。初めて食べるので、わあ私の髪の毛はすごいはい、そう、あの初めてね、あの喜多方ラーメンを食べるのですごく楽しみにしてます。皆さん食べたことありますか？私はないのですごく楽しみにしてます。そしてね、あのお腹も空いてる、すごく、うん、もう行きます。はい、ただね簡単に行けないんですよ。あのバスはね20分に1回くらいね、あの走ってるので今ね待ってますよそう、なんかちょっとびっくりしましたね。こっちね、あの通るバスは、まあ、20分に1回走ってるんですけど、あの白虎台のところからあの走ってるバスはもうなんか1時間の前くらい、もう最後のバスはもう、あの出発したのでもう走ってないですよ。うん、結構ね、まあバスは少ないんですね。うん、まあしょうがないですねちょっとね不思議に思いました。まあということで、あの今日の動画は、あの終わりです。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。パカパカ、いい一日になりますように。